それにしても本当に良かったわよね。無事に退院できて。ボスさんのおかげです。ありがとうございます。そんなこと聞くの？毎日会ってるじゃない。相変わらずホストクラブには通ってるんですか？なんか興味があるって感じの言い方ね。でもイリスにはちょっと早いかな。もう少し大きくなったら連れてってあげるわ。ボス、今更聞くのもなんだが、どうして6年前のことを俺に教えてくれなかったの？信じてくれないかもしれないけど、私、翔子の死体が発見された時、例のサイクロ事件とは無関係だろうって本気で思っちゃってたのよね。だってサイトは熊倉浪藩の体ごとビルから飛び降りて自殺したって思ってたし、まさか翔子の体に乗り移ってるなんて夢にも思わなくて。一方、もう一人のサイクロプス、ローハンの自我は府中刑務所に収監されていた。したがってサイトの自我にもローハンの自我にも犯行は不可能。というわけでサイクロ事件とは無関係だからあえて話すまでもないだろうって。それにそもそも伊達くんの体が入れ替わってることは国家機密だったし、伊達くん本人にも漏らしてはならない、そう強く命じられてたのよ。本当にそれだけか？ええ、それだけ。まだ引きずってるんだ。別にそんなんじゃないが。まあ無理もないか。あなたと相棒、いいパートナーだったもんね。なあ、一つ聞きたいんだが、3ヶ月前あの廃工場で相棒と最後のやり取りを交わした時、あの時の俺は今と同じこの姿をしていた。相棒のマスターとして設定された伊達要の姿ではなく、にもかかわらず相棒は俺の命令に従って。第2コマンドを確認。了解だ。伊達くん、ウジャトシステムのこと舐めてるでしょ。あなたも知ってる通り、アイボーは普通の AI じゃなかったの。人間と同じように、それ以上に人間の本質を見抜く力を持ってた。彼女は総合認証でも声紋認証でも交際認証でもなく、伊達くん、あなたという人間の本質を認証し、あなたをマスターとして見なしたのよ。だから彼女はあなたの命令に従った。全く違う見た目をしていたにもかかわらず、もしかしたら彼女には人間の魂が見えてたのかもしれないわ。ところで伊達くん、私からささやかなプレゼントがあるんだけど、受け取ってもらえる？プレゼント？ちょっと目閉じてもらえるかな。安心して、ただの催眠ガスだから。なんで？これからあなたにはとんでもない目に遭ってもらうわ。それが私からのプレゼント。え、では良い夢を。
ここはシンクルーム。ピュータ。いちゃいけませんか？いけないに決まってるだろう。お前は3ヶ月前に逮捕されたはずだ。ええ、確かに逮捕されましたよ。今は毎日拘置所の中で臭い飯を食っています。そのお前がなんでここに？さあ、なんででしょう。とぼけんなよ。伊達さん、彼をここに連れてきたのはボスさんなんですよ。ボスが？どうして？理由は言うなと口止めされてまして。とにかく私は彼の監視役として派遣されてきたんです。本職は鑑識なのに適当な人材がいないからって。ひどい話でしょう。鏡くんだったな。はい、覚えててくださったんですね。光栄です。聞きましたよ。整形したそうですね。3ヶ月前の事件の時、顔面に大怪我を負って、それで手術をして今の顔になったと。心配ご無用です。ボスと一緒にいますよ。してませんよ。そこのシンクチェアを使わせてもらっただけです。何のために？まあ、そのいろいろと。全てはあなたのためを思ってボスがしたことです。詳しいことはボスに聞いてください。伊達さん、あなたは相当ボスに気に入られてるみたいだ。ボスが6年前のことを黙っていたのもそのためです。え？あなたはかつて暗殺者だった。その事実を告げたらあなたは警察官を辞めてしまうだろう。そう思ってボスはあなたの過去に関する一切を封印することにしたのです。きっと離れてほしくなかったんだと思いますよ。ボスはあなたに。それじゃ用も済んだことだし、僕はこの辺で失礼します。イリス、ボスはどうした？帰りましたよ。歌舞伎町に用があるとか言って帰った。ねえ、そんなことより早くしましょうよ。何を？決まってるじゃないですか。イクラマンの続きですよ。覚えてないかもしれないが、3ヶ月前沖浦の居場所を聞こうと思って電話したら、君が散歩家のことを教えてくれて、あの時は助かったよ。ありがとう。よくわからないけど、別にお礼なんていいから。その代わり一緒に熱海にでも行かない？熱海？なんで熱海なの？なんとなく。
ヤンキチシネマの昔の PV だ。おう、ヤンキチシネマでござんすか。珍しいね。誰なんだよそれ。誰なんだよそいつは。ですかい？あっしはしがないタクシードライバーでござんすよ。どこかで会わなかったか？いえ、会ったことはないと思いますね。こう見えてあっし、記憶力はいい方でござんして、乗せたお客さんのことはだいたい覚えてるでござんすよ。でもあなたのことは。タレントのお客さんを待ってるんでござんすよ。ここで待機してるように言われましてね。おじさま、見てください。カノーもびっくり、ミトキハニドびっくり、佐々木リモドキさんがいますよ。お前もか。つうか、なんで知ってんだよ。よっ。私とやるつもり？や、元気かい？気持ち悪い。そんなことも知らないわけ？ああ、知らないのも当然か。だってほとんど口聞いてないもんね。正式に養父になったくせに責任感が足りないんじゃない？だそうです。みずきちゃん、どうしてここに？っておじさまが。別に、いちゃ悪い。パパが持ってたレムニスの株は私が相続することになるわけで、要するにここは私の会社みたいなもんなんだから、様子を見に来るのは当然でしょ。だそうです。みずきちゃん、そろそろ小学校も卒業だなっておじさまが。だから何なの？中学校の制服とかちゃんと買ってよね。あと塾も行きたいから、塾代も。ついでに新しいスマホと鉄パイプも買ってもらうから。だそうです。もういい加減にしてください。一体何があったって言うんですか？原因は今朝の朝食、目玉焼きが半熟だったの。たったそれだけのことで？うん。それはいくらなんでも瑞希ちゃんが。違うんだよ。目玉焼きを焼いたのは私の方で、そしたら伊達が。半熟の卵なんて食えるか。俺はガチガチのバッキバキに焼き尽くした歯ごたえのある目玉焼きが好きなんだよ。だったら消しゴムでも食べてれば。ああ、消しゴムの方がはるかにマシだね。おじさま、せっかくみずきちゃんが焼いてくれたのに、そんな言い方はないでしょ。悪いのはおじさまです。素直に謝ったらどうですか？素直じゃないのはみずきの方だ。本当は俺のことヒーローみたいだって思ってるくせに。はぁ。俺が入院してた時、ひな鳥みたいにピーピー泣いてただろ。伊達がいなくなっちゃったら私もう生きていけないとかなんとか言って。私そんなこと言ってない。っていうか伊達入院なんてしてないじゃん。して
ないな。とにかく二人とも仲直りしてください。伊達が約束守ってくれたらね。約束？もんじゃのことだよ。連れてってくれるって言ったでしょ。ああ、そういえばまだ。わかったよ、近いうちにな。絶対だよ。絶対だ。よかった、仲直りできたみたいで。というわけでイリス、そろそろ行くとするか。そうですね。それじゃあみずきちゃん、またね。うん、また。いやー、それにしてもほんとよかったよね。オータンのおかげだよ。3ヶ月前にオータンが助けてくれなかったら、私病気とか以前の問題で。そんなこと。僕が命の危険も顧みず果敢にも廃工場に乗り込んでいったから、今のアセトンちゃんが存在してるなんて、そんなの大げさだってば。俺は見た目で人を判断しない。大事なのはここだ。おっぱいってことね。ちげえよ。めちゃめちゃ頑張ってるよ。朝は新聞配達、昼はビルの清掃員、夜は執筆活動に勤しんでるんだ。もしかしたら日本で一番頑張ってる20代かも。それはちょっと言い過ぎなんじゃ。確かにそうだね。真面目に言うと東京で3番目ぐらいかな。本当はヘロヘロなんだけどね。アセトンちゃんの前で疲れた顔なんてできないでしょ。それより伊達さんの方は？まあぼちぼちってところかな。その左目は？ただの歪んだ。何も見えないし喋ることもない。そっか。じゃあやっぱりあの相棒って子は、なんていうか、その残念だったね。ああ、うん、お前全然残念だと思ってねえだろ。思ってるよ。あんなに可愛かったのもったいないなって。そこかい。もしリアルで存在してたら結婚してあげたのに。その前に自分の結婚を見ることになる。そんなこと言ってもいいの？イリスちゃんの前なのに。あ、アセトンちゃん、今のはただの冗談だからね。全く気にしてないから大丈夫。あ、よかった。そういう意味じゃないと思うけど。ポッカポカ。布団水筒アセトンちゃん。うやまおう。オトンプラトンアセトンちゃん。破壊力500メガトンアセトンちゃん。ネット界の揮発性溶媒アセトンこと AZ
ず覚えててくれたんですね。なんかめちゃんこ嬉しいです。ほとんど言ったの僕なんだけど。なんだよ、ウツボッキーゲームって。海王様とマーメイドの子がウツボの干物を両端からガリガリとかじっていって、食べきったら唇と唇が。そういう下心丸出しのドスケベな変態ゲームです。まあ今のところ成功した人はいないんだけどね。私がここでバイトしてた頃からの友達で、チンチコール、チンチコール、チンチコール。おおたくん、それ言ったら消されちゃうやつ。おおたくんから聞きました。整形したんですよね。どっちかっていうと前よりも今の方がタイプかな。商売上手だな。また来てくださいね。それじゃあな、オダ。え、もう行っちゃうの？お前とはいつでも会えるだろ。松下食堂に行けば。来てくれるんだ。ああ、お前が作ったオムライスもう一度食いたいからな。いつでも来てよ、待ってるから。アセトンちゃん、オータから聞いたよ。手術うまくいったんだってね。ほんとよかったよかった。ありがとうございます。で、こちらの方は？ああ、私はオータ君と親しくさせてもらっているものです。そうですか、それはそれは。オータがいつもお世話になっております。中央病院にいた看護師？そうですけど。お会いしたことありましたっけ？でも看護師さんがなんでこんなところに？真由美さんにお薬を届けに来たんです。薬剤師の人に頼まれて。私、看護師の演劇サークルに所属してるんですけど、今朝演出の人から電話がかかってきて、急遽出番が増えることになったんです。本当なら序盤に1回しか出ないはずだったのに、終わりの方でももう1回出られることになって、それでなんか浮かれちゃって。そいつはめでたいね。ナスカヨと言います。でも来月からは闇のカヨに。結婚するってことかい？はい。そいつはますますめでたいね。ありがとうございます。招き猫に向かって猫のモノマネをすると幸せが訪れるんですよ。本当かい？はい、間違いありません。だって私幸せになりましたから。
カカ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 。それはカレンだな。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは自家製醤油って書いてあるな。おかげさまで繁盛してますよ。お昼時なんかもうてんてこまいで、夫と二人で切り盛りしてるんですが、休む暇もなくってね。太田ですか？あの子はただの出来の悪い道楽息子ですよ。そんなことないですよ。ええ、ここぞという時には頼りになる勇ましい青年です。あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。うちのサービス券でもあげちゃおうかしら。入院中、太田に連れられて何度かお見舞いに行ったことがあって。ええ、来てくれましたね。そのうち私、すっかりアセトンちゃんの虜になっちゃって。なんか照れちゃうな。こんなにいい子だなんて思いもしなくてね。前は魔女みたいなやつだって思ってたんでしょ。もうそのことは言わないでおくれよ。今はあんたの大ファンなんだからさ。ありがとうございます。チャーミングだし、何気におしゃれだし、とっても素敵なおばさんだと思います。おばさん？お姉さんでしたね。お母さんでもいいわよ。いずれはそう呼ぶことになるかもしれないんだから。その可能性はないかな。それじゃあイリス、失礼するとしようか。はい、お邪魔しました。これからも太田のことよろしく頼みますよ。